それって結局事業会社にたとえ就職したとしても、自分が例えば事業責任者とかになったら、そこの意思決定でできるんじゃないかなって思ったので。いや、私はもう成長できるかできないのが自分次第なんで、私関係ないと思います。まさにとにかくビッグになりたいです。確かに。どうもしゅんです。こんにちは。今回は内定の登竜門企画なんですが、相談に乗っていただくという企画になっております。横浜国立大学の山田優香と申します。大学では経営学を専攻し、学業以外の点でいうと、大学2年生の4月から広告代理店のスタートアップで長期インターンを1年2ヶ月ほど経験して、 SNS プロモーションに携わってまいりました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。一応今のところは、マジですか、はい、なんでですか。いや、なんかやっぱり圧倒的なこう成長環境っていうところが、自分が将来事業をこう起こすってなった時に、結構その実現可能性がこう高くなりそうというか、そこの解像度上げられそうな会社だなと思ったので、絶対受かると思いますよ。絶対受かると思います。まだまだなので、はい、奥井さんいかがですか。ファーストキャリアどこを選ぶべきか。いや、私はもう成長できるかできないのが自分次第なんで、私関係ないと思います。まさに最初は迷うんだったら、もう本当にもうくじ引いて運に任せて、でポンって入って、そこでもう何でもやりますと、なんかもう修行って思う気持ちで、いろいろ仕事全部やってみて、でそれでまあ何年でもいいと思うんですけど、決めの問題かなって今思いました。うんうんうん、本当行動型なんですけど、うん、うまくいかなかったこと一回もないんで、うん、まあ、失敗もすごい あるし、うん、今でも失敗もするし怒られるんですけど、うん、君の問題かなって、うん、くじを引けるくじを引けるっていう、確かにめちゃくちゃ面白いです、はい、正解にする力ってことですね、うん、確かに。え、そのあとどうですか。なんかある程度覚悟というか、うん、もうそこはちょっと腹をくくる必要はあるなと今すごい感じました、うん。え、ちなみに何年後ぐらいに起業したいとかってあるんですか。起業で言うと、うん、なんかもう30歳までにはやりたいなって。意外と遅いんですね。いや、でもなんか早くできるんだったら早くしたいんですけど、うん、ある程度自分に力をつけたいなみたいなところがあるので、うん、一度30歳っていうところでお尻は決めてて、逆にもうそれでできなかったらもう諦めようかなぐらいで、そうなってないんですよ。僕33で経営者だったんで、ね、大丈夫だと思います。え、池上さんはちなみにおいくつの時に D-NET ドコモさんの合弁会社の社長やったら20代29とかです、ね、29とか、はい、あ、じゃあ、まあ、ほんとそれぐらいなんですね。30歳前後というか。でも今は全然30代起業とか40代起業でも全然いいと思いますけど、うん、確かに。さっきの、ね、2パターンで言ったら試行先行型の感じはします、うん、メガベンチャーというか、まあまあ伸びてるベンチャー行こうという意思決定は大方間違ってないと思われますか、皆さん。総合コンサル受けた方がいい気がする。ああ、でも僕も思います。総合コンサル受けます、ね。もう終わってるんでしたっけ？まだそんなの問い合わせもあるじゃないですか。普通に Facebook で送ったら会ってはくれる気がする。ちなみになんでコンサルがいいと思ったんですか？やっぱり結構計画的に物事を進めるタイプだなと思ったんで、30代でも全然いいんじゃないかなと思うから、うん、段階を追うとしたら一旦ビッグ4みたいなのちょうどいい感じがします。基礎力つきますしね、すごい。うんうん、コンサル1回受けてたんですけど、なんか違うなって思った理由が、手触り感がないというか、なんかさ、事業経営するにあたって最後の意思決定ってやっぱできないじゃないんです。さっきのエピソード全く手触り感ないけど本当はあの後あったの。あ、なんか他にもしあったら、はい、クライアント様の売上増加っていうところを達成して、クライアント様からこうありがとうって感謝していただいた時が、すごい自分のなんかモチベーションというか、仕事をやる意味をなんかそこに見出したっていうところがあるので、大丈夫じゃないかなとは思いますけどね。コンサルもそういうの全然ありますよ。クライアント売上伸ばしてありがとうって言ってもらえるみたいな、うん、でもなんか意思決定 その最後まで、ね、できるってわけじゃない。意思決定って言ってるのはなんかその広告の入札単価変えるみたいな話。コンサルってその事業戦略を私に考えると思うんですけど、うん、この事業をやりますとかって。あ、そうですね。それは岩崎優香がやってるんでしょう。あ、そうですね、はい。でもじゃあやインターンはやらないよね。それはできない。で、なんかでもそれって結局事業会社にたとえ就職したとしても、自分が例えば事業責任者とかになったら、そこの意思決定でできるんじゃないかなって思ったので。なるほど。まあそれはでも何歳の時にどの程度の意思決定ができるかはちょっと調べた方がいいかもね。
下手するとコンサルの方が先になってしまう可能性はありますね。でもちょっと確かに最初ベンチャー行っちゃったらやらない理由を探すのが得意だから、社長からしたらこいつに預けられるかどうかで見るじゃないですか。でぶっちゃけめっちゃ手を挙げてほしいじゃないですか。これなりますみたいな、俺マジ絶対これコミットするみたいな、してくださいって言ってきたらめっちゃ嬉しいじゃないですか。じゃあ失敗してもいいからやってみようみたいなっていう風に、でもやっぱ思考が先行するんでベンチャー飛び込んでも待ってても降りてこないんですよ、なんで、で待ってるだけの人どっちかってこうすごいルーティンの仕事をめちゃくちゃ長時間やるみたいなことが、もしかしたらそういう意味でいくとコンサルとか入って自力つけて、ここ手挙げて私成果出すとかもうちょっと自信つけてからベンチャー行った方がいいかもと思ったのと、うちでやっぱ役員候補とか採用した時にどういう人を見るかに、まさに選考出て DNA かリクルートか楽天行ってるような人で、要は頭がよくで事業戦略とかストラテジー考えられるけど泥水進みながら絶対に成功させる、収益化するっていうこの気骨を持ってるっていう、こういう人ってマジでやっぱつい無双というか、確かに、しかも少ないですよね。そっちタイプに合いそうってちょっと失礼ながら思いました。頭いいんで、悩み解決されましたか。はい、だいぶ本当にいろんなこう観点いただいてすごい整理できました。しかもなんか普段面接受けてそんな本音で言われたことあんまないですし、そうですね、すごいなんか本音でちゃんと言ったことに対して本音でこう向き合ってくださってすごい参考になりました。はい、ありがとうございます。皆さんの SNS のリンクと、あと大沢さん本出されてめちゃ売れてます。売れてます、はい、売れてますってよくない書店でめっちゃ見かけて、いや本当そうですね。あのぜひ下の概要欄に貼ってる就活生の方相性いいと思うのでぜひ買っていただけたらなと思います。ということで本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。これ良くないですか、テクニックは。でも僕は内定絶対1個は取った方がいい派なんで、うん、テクニックとしてね、なんでもっとの崩してもいいかもって思いました。確かにもしそういう会社行きたかったら、はい、そこを見せるっていう。あ、そうです。でもなんかよくフィードバックで言われることは結構そこが見えない。いや確かに卒なすぎ、完璧すぎて。でも確かにそこを見せないと、なんかそういうメガベンチャーとかの会社だとなんかこの子なんか折れちゃうんじゃないかなとか思われるかな。思われそうですよね。やったことないことやったら、ビッグとか T シャツ着てビッグになりたいですみたいな絶対言わないじゃないですか。ビッグコピアでお願いします。とにかくビッグになりたいです。確かに。とかの方が、あ、こいつやばいぞ。でも成果聞いたらすげえ成果出してるこいつ。確かにちょっとインパクトが必要かもしれない。ちょっとテクニックは良くないんですけど、もったいないな。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。